皆さん、こんにちは。ネットベースアナリスト、横田修林です。今日も人工知能 AI について考えていきたいと思います。面白いニュースがありました。シェフが作る動きをですね、再現する人工知能 AI による料理ロボット、モレーロビティックス、ロボティックスキッチンというものかなというものが出てきたというもので、実際にですね、動画が上がってるので、動画を見てみたんですね。もう一回言いますね。 えー、漏れロボティックスキッチンというものなんですけど、まあ、こちらの動画を見てみましたら、その主婦の人が作っている手の動きとかですね、というものと全く同じように、この再現してですね、やることができるというものです。例えば、あの、卵があったりとか、牛乳があったりとか、そして何々を取ったりとかっていう、今何が映ってるかっていうのは、まあ、当然ですね、画像認識でわかるわけで、 で、それをどのぐらいのスピードでかき混ぜるとか、えー、何分後に何を入れるとか、どのぐらいの量を入れるかっていうのは、まあ、あの、わかるわけですよね。で、その、まあ、今回面白いなと思ったのは、その、今までで考えると、その、料理を覚えさせるために、その、プログラムを組まなきゃいけなかった。例えば、まず最初に何をして、何をしてっていう、ね、プログラムを組んで,で、それをですね、ロボットにさせるっていうふうに考えた場合に、大体は、あの、文字認識、 その言語化しないことにはできなかったんですよね。言語化したものを、それをこう、あの、プログラムに入れていくっていう形に、もしくは数値化したものを入れていくっていうものなんですが、この言語化っていうものと数値化っていうものを通り越えているのが、この画像認識なんですよね。その見た目の感じで、えー、再現できるようにするということです。まあ、この技術って、その、 言葉では説明できないんだけどっていうのありますよね。だから、例えば職人さんが、その、見て覚えろみたいな形で、その、なんかずっとね、10年間修行してる人は、その職人がやってるのを見て覚えるわけですよ。で、それを、じゃあ職人さんは、 言葉で、説説明明でででききるかかといいいううないから見て覚えろっていうわけですねでその、見て覚えることが難しいから、うまくいく人とうまくいかない人が多分いるんですよね。で、それは、あの、見ただけでは説明できないことがあるからなんでしょうね。でも、その辺のことをですね、今回のロボットがやっていくとなれば、確かにね、その、シェフっていうのもいらなくなって、ロボットになっていくんだろうなっていうふうに思いました。だから、その、見て覚えれないものっていうのは、 何があるのかなっていうふうに考えてみるといいと思うんですが、見て覚えないものね。それは今のところは、あの、アイデアを出すとか考えるっていうことは、これ頭の中にあるもんだから、見たって覚えられないんですよね。そういうものの方が、まだね、えー、人工知能に仕事は奪われにくいのかなって思ったりいたします。ネットベースアナリスト、横田修林でした。ありがとうございました。では、また明日。